して。こんにちは。それではこれより、ヨガとピラティスを合わせたヨガティスを始めてまいります。ご自分の体の声をよく聞いて、何か体に痛いところ、もしくはテンションがある場合は、ご自分のペースで、ご自分の好きなポーズに変えて行ってください。よろしくお願いします。ではまず体を楽にしてまっすぐ背骨を伸ばしていきます。はい、肩の力を抜いて、一本の糸でぐーっとさらに吊り上げられるイメージ。手は楽に置いてください。膝の上でも、下でも構いません。好きなところに置いてください。上でも下でも。はい、大きく呼吸をします。呼吸で肺をいっぱいいっぱいに使って体中が肺になるようなイメージ。肺の先の方まで使って、背中の方にまで酸素を入れていきます。なるべく長いスパンの呼吸に変えていって、息を吸い切るときと吐き切るときをしっかりと意識していきます。体が一本の柱になって、息を吸った時にぐーっとお尻から地球につながって、息を吐いた時に空に自分が伸びていき、宇宙とつながります。宇宙と地球をつなぐ一本の柱になります。ではその呼吸をウジャイ呼吸音に変えていきましょう。では喉の奥で音を立てて、まるで波の音のような呼吸の音を喉の奥で作り出していきます。長いスパンの波ができるように、その波の音が響いて、体の中まで響き渡り、体の悪いところに振動して、自己免疫力を高め、痛い部分、悪い部分を治していきます。深く長い波の音。今度は親指と薬指を使っていきましょう。
まずは親指で片方の鼻の穴を押さえて、空いてる方で息を吸います。大きく吸い切って、薬指で両方を防いで、息を止めます。そして親指を開けてそちらから離す。また親指側の方から吸って、両方をつまんで止めて、薬指を開けて出す。ご自分の呼吸のリズムで、それを繰り返していきます。ここから吸ったら、両方を止めて、逆をゆっくりと開けて出す。酸素を深く吸い込んで、頭の先から足の先、お尻の先まで行き渡るようなイメージで、それではもう一つ呼吸法をしていきます。両方の手でお腹を押さえて、吐くときにぐーっとします。吸いながらぐーっと広げて、手は柔らかく。吐きながらぐーっとして、吸いながらぐーっと手はリリース。吐いてぐーっとします。吸って、広げて。吐いてお腹をぐーっと、はい、それを早くしていきます。せーの、え、血流が良くなって、体がポッポッと温かくなっていくのを感じてください。